そういえばね、この間赤羽で、久しぶりに、ま、一人なんだけど、暴走族見たのよ。もう、何時ぐらいだろう。1時とか2時ぐらい。ブワンバババババ、ブワンバババババ、ブワンバババババって、もう思いっきり吹かしてるんだけど、ちゃんとフルフェイスしてんのね。ええー、と思って。まあ、直射日光は避けるじゃん。ずっとブワンバババババって、信号待ちの時に吹かしててさ、前にさ、多分土建関係のお兄さんたちが乗ってるワゴンがね、先頭に止まってたのね。窓開けて後ろ顔乗り出して、うっせんだよつって本気で怒ってた。だから吹かすのやめてた。どうして、何、今の暴走族の子たちはエコってことなの？いやでも本当に久しぶりに見た。でもこのクソ暑い日にさ、ブワンババババババってなんか吹かされてた。確かに土建関係のお兄ちゃんに怒られるよ。うっせんだよってめちゃくちゃ怒ってたよ。暑いからね、怒りのパワーも増してたと思う。うん、でも暴走族でそれでやめるって。なんか可愛らしい暴走族だった、赤羽でね。なんか名古屋市交通局、通称、らしこ、ここなんかエスカレーターの右側に止まって、もう走ったりさ、歩いたりする人いるじゃん、右側。あれを妨害する仕事が始まったんだって。おばちゃんも電車乗ってて、確か日本橋、茅場町とかさ、すごいのよ。たまたまあそこの現場行くときにさ、エスカレーターとか乗ってるじゃん。ものすごい勢いで走ってくしんのよ。おーと思って。で、ここの、線路の駅でそれをやらないってことはさ、名古屋ってもっとすごいってことなんでしょ。バイトまでやっとっちゃうぐらいだから。いや、まあ確かにこの仕事すごいね。まあそういう時代になったかと思って。名古屋市って確か条例施行されてね。なんか片側歩いちゃダメだとか走ったり。まあ駆け下りたりとか駆け上がったりとか。まあ、すごいなんて言うんですよ。調べててさ、おばちゃんびっくりしちゃったんだけど、エスカレーターに盲導犬を連れてさ、上がってる人いるじゃん。なんか、犬を蹴る人いたんだって。え、そんな鬼畜な人いんの？え、ワンコはブラザーよ。しかも、盲導犬でしょ？信じられないんだけど。え、名古屋ってそんなひどいの？え、埼玉県でも条例が施行された。なんかそんな記事出てたけど。ええー。いや、盲導犬を蹴るとか、でも考えられないわ。まあ、全国的に。何、カバンとかが当たって怖いとか。
あと子供とか連れて、まあ横で並んでエスカレーター乗ってると後ろの人からなんか下打ちされたり邪魔だって言われたりするんだって。あ、じゃあこの何、名古屋市のエスカレーターガールっていうのかしら。まあ女性の人がこう何、走らない、走ったり歩かせないようにそこの位置で止まってるんでしょ。そのエスカレーターガールの人は多分時給いいと思うわよ。どけやとかすごく言ってくる人いそうじゃない。で逆になんていうの、もうぶつかってくる人もいると思うのよ。時給いいんじゃ、でもおばちゃん時給良くなくても仮によ、エスカレーターガールってちょっとやってみた。このなんていうの、あの制服着てさ、リーンとした感じで立ってるとさ、子供たちから将来あんなお姉さんみたいになりたいって憧れられる可能性あるでしょ。もう普段なんか生活してそんな風に思われないから、おばちゃんちょっとこのエスカレーターガールやってみたい。なんかすごいね。それとおばちゃんがこのエスカレーターガールやってるとさ、男の人とかもざわつくでしょ。制服とか好きじゃん。おばちゃん妖精でアイドルなのよ。これ以上プリティな存在ってもうこの世でないじゃない。そのプリティが制服着ちゃうのよ。いやまあそりゃもう男性陣はドキドキするでしょうよ。やばちゃんもうあのお腹ポコッと出ることできない、見られるんだもん。だからランチとか晩ご飯とかもうししゃもにするししゃもだったらカルシウムだから長時間経っても大丈夫でしょ。あの骨とか強くしないと、うん、ししゃもカロリーも低そうだし、小餅はダメかしら。おばちゃんね、小餅のししゃも好きなのよごめんなさいね。でもめっちゃ見られそう。あのね、でも見られる刺激っていうのはね、レディーにとって大切なのよ。もう意識するようになっちゃうから。で、そのね、自分のね、まあ、体の、まあ、部分部分を意識するってことがビューティフォーにね、繋がるのよ。意識っていうのはね、とても大切なのよ。あ、ちなみにエスカレーターのなんかその条例初めて作ったのが、2021年埼玉県が全国で初。あ、勉強になるね。でもとにかくおばちゃんちょっとエスカレーターガールになりたい。エスカレーターギャルでもいい。調子に乗んな。調子に乗んなですか、うん、ごめんなさい。こんばんは、プリティです。今日ね、帰りの電車でね、結構空いてたのよ。あらま。今日、祝日と思うぐらい、全然混んでないのよ。まあ、行きはすごいもうギュギュだったけど。でね、帰りね、あ、じゃあ座れると思って座ったらね、隣にね、お姉さんがね、座ったのよ。で、それから2、3駅ぐらい進んで、また人がどんどん降りてったのね。で、椅子のさ、ところ、スペース結構できたのよ。だから、お姉さんが、おばちゃんから距離取って、カバン横に置いて、なんかね、サンドヒッチみたいなの、なんかフルーツサンドみたいなの、出して食べ出したのよ。でも、ふと思ったのね。おばちゃんから距離取って、あと、おばちゃん側にカバン置いたってことは、
旗から見るとおばちゃん臭いかな、お姉さん距離取ったように見えなくないかなと思って、うん、ごめんなさい、被害妄想全開なんですけど、おばちゃん臭いのかなと思って心配になっちゃった。こう肩をさ鼻に近づけて、で匂い嗅いじゃったもんいやお姉さんに距離取られるのはちょっと来るごめんなさいね、うん、ちょっと心にね軽くぐさっとねなんか刺さるものがありました、うん、いやでもなんか珍しくね空いてたのよ、びっくりしちゃって。あ、それでねおばちゃんさいろんな現場回ってるじゃん、だからいろんなところねバイクでね移動したりしてるんですけど、どこのスーパーとかデパート、あとなんだろコンビニとかさ、みんな涼みに来てる、まあ、若い男の子たちとかさ、あとおじいちゃんおばあちゃんとかさ増えたね現場のさおじいちゃんおばちゃんとかからもよく聞くんだけど、あの休みの日とかさスーパーとかデパート行くんだって。あとコンビニのあのフードコートじゃないけど、なんていうの食べ物食べれるスペースみたいなところ。なんか面白いことあるんですかって言ったら、いやー電気代高いから涼みに行ってるんだよって。だいたいどれぐらい行ってるんですかって言ったらね、3時間5時間ずっといるんだって。ただ座ってるだけですかって言ったら、いやあの友達と待ち合わせしたり、あと友達と都合が悪ければ新聞持ってってあの広告見たりとか。え、広告？え、何見てるんですかって言ったら、なんかマンションとか一軒家とかそういうの見て、もし買えたらこういうところに家具を置いたりとか、そういうことを考えたりしてるって。わかる。おばちゃんも昔新聞に入ってる広告のさ、なんか物件とかああいうのを見て、あ、ここ日当たり良さそうだからカーテンこういうのにしたいなとかさ、うん、おばちゃんもそういう風に想像するの好きあとなんかスマホ見たりしてるんだって。いやでもフードコートとか、あと何あの各階のさあのベンチみたいなところ、3時間から5時間はきついわ。うん、確かに涼しいけどね。それとあと現場の人からよく聞くのが、今の仕事を引退した後年金で生活するっていうよりも、もう生活保護もらうって、未来設計立ててる人多いのよ。え、生活保護、え、年金もらった方が良くないですかって言ったら、いや年金じゃ生活できないよっていう人多いのよ。あー、まあ確かにそう考えると、いや、おばちゃんがもらうとき年金月1000円以上はくれるのかしらそう思ってしまうほど、え、マジでと思ってしまって。猫飼ってるね家の人はもう餌代だけでもうほぼなくなっちゃうよ年金って。どれぐらい、もう最初からもうマックスで払ってる人もいれば、もうマックスで払ってない人もいるでしょ。でマックスで払ってない人ほどもう年金いいかなって諦めちゃってる人が多い。でもそのこと考えるとおばちゃんもう YouTube やめれない。だっておばちゃんがもらうときもしほんと1000円だったらさ、駄菓子買って終わっちゃうじゃんふがしと牛乳、あと仕事帰ってきたときはマミー、多分おばちゃん仕事やめれないと思う。あとで YouTube、 いやもうほんとさすごいことになってるから、だからね YouTube の収益はおばちゃんの生活費になってるから、給料全部家に入れてるから、だから YouTube もやめれないし仕事もやめれないし、年金1000円だし、もうおじいちゃんになってもイレバーしてね、なんか杖つきながら、何あの100日後にイケメンになる動画とかやったらいやみんな見ている人ははいはいって言ってくれるんじゃないかなと思う。あ、そうですかって頑張ってねってみんなちゃんとおばちゃん介護してよ、心の介護ね、うん、おばちゃん頑張ってるねって言ってほしいな。そしたらね、もうお世辞でも嬉しいじゃん。できればこう言って、おかわりないですねって
だからこんなこと言ってて今からもう悲しくなってくるわ。本当に。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。